今、君の世界はどんな色をしてるの？本気で弾いてよ。別に聞かせるためじゃないし。じゃあ何してんのよ。新譜の音源耳コピして譜面に起こすバイトで最終的に音の確認してるだけ。それでも普通に弾けばいいじゃん。ピアノはやめたから。弾いてんじゃん。ハチ、まだ4月なのになんでこんな暑いんだよ。ああ、生き返る。ここは部活の休憩所じゃないんだけど。なんか機嫌悪い？あ、俺もしかして熟年夫婦の邪魔しちゃった？夫婦じゃないっつうの。さすが息ぴったり。うるさい、まだ蒸されるんじゃん。やめよ、サッカー部のエースを傷物にする気か。その気だよ。すいません、すいません、あげるよ、ほんとに。椿と渡りはいつもキラキラしてる。きっとその世界はカラフルで、でも僕の世界はこの鍵盤のようにモノトーンだ。その子ね、前から渡りのことが好きだったんだって。それで私に紹介してくれって頼んできたわけ。なあなあ、その子本当に可愛いんだろうな。だから可愛いって言ってるじゃん。で、今度の土曜に2人を合わせることになったの。だから昴生も来て。あ、なんで僕も。だって暇でしょ。もうさ、小学校の入学式以来の俺とお前の仲じゃん。な、うわっ、ケイコちゃん、どうした。うん、うん、え、マジ。わかった、すぐ行くよ。じゃあね。悪い、ケイコちゃんに呼ばれちゃった。じゃあね。チャラい。いいやつなんだけどね。ね、いいでしょ、土曜。昴生が来てくれなきゃ、私一人でなんかバカみたいじゃん。だから、ね、ほら、単なる友人 A ってことで。お願い。お願いって言われても。頼む。分かったよ。ね、あのね、今日の占い1位だったんだよ。それでラッキーフードがたこ焼きだったの。だから今日たこ焼きするんだ。あ、ひろこさんだ。よかったね、今夜は美味しいご飯だね。じゃあまた明日。うん。ただいま。おお、かえり。ハンバーグ作ってるの。ひろこさん、いいのに。リサイタルの準備で忙しいでしょ。大丈夫よ、たまには栄養補給してやってくれってあんたのお父さんに頼まれてるからね。そんなのもう気にしなくていいのに。あんたを残して単身赴任でさ、お父さんも心配なのよ。お、新しいの出たんだ。うん、進展いたします。ありがとう、着替えてくる。うん。昴生、お母さんにただいまは。ただいま。
遅い。5分前行動がなってない。ブレーメンの音楽隊だな。クラスメートの宮園香織ちゃん、はじめまして。で、渡里亮太、よろしく。よろしく。で、これが単なる友人 A ね。よろしく。よろしく。じゃあ行こっか。うん。どこ行くの？音楽ホール。あ、かおちゃんね、これからバイオリンのコンクールに出る。え？私バイオリニストなの。かっこいいじゃん。じゃあ応援しなきゃな。椿、僕はいいや。え、なんでよ。行こ。あれってもしかして有馬昴生じゃない？そうかも。あれって有馬昴生じゃない？あの天才有馬、昔ヒューマンメタルネームって言われてた。いや、有名人。わざと黙ってたの？だって言ったら昴生来ないかもって。だから一生懸命黙ってた。でもほら、バイオリンだしね。バイオリン。この予選の課題曲だから。飽きた、寝そう。最初から寝てたくせに。次
かおちゃんだよ。お、やっとか。作曲家への冒涜だ。楽しそうに弾けるんだろう。ゴーセイ、ゴーセイ、ゴーセイ。何度も呼んでんのにどんだけ気づかねえの。あ、ごめん。やる。土曜付き合ってもらった俺。ありがとう。としちゃって好きな子のことでも考えてた。なんでそうなるんだよ。あ、もしかして香織ちゃんか。わかるわかる、可愛かったもんな。なわけないだろ。大地、彼女は渡りが好きなんだし。そんなの関係ねえじゃん。心惹かれる子に好きな人がいるのは当然。恋をしてるからその子は輝く。だから人は理不尽に恋に落ちる。
なんか渡りがモテる理由分かった気がする。今頃かよ。でも僕には無理だ。無理かどうかは女の子が教えてくれるさ。本当、渡りはいいことを言う。だろ。お、もしもし、マキちゃん。うん。今日部活？ないない。うん。二人でカラオケ。いいね。うん。バイオリンどうだった？ああ、コンクールのための演奏としてはめちゃくちゃだった。でもなんていうかとても良かった。どんなもんだ。ところで渡りくんは一緒じゃないの？あれ渡りは部活。なんだ、せっかく待ち伏せしてたのにな。あ、でも今から学校戻ればまだ部活やってるか。でもなんか試合近くて大変そうだし。私が行くと邪魔になると思うの？いや別にそういう意味じゃなくて。まあそうかもね。わかった。じゃあ君を代役に任命します。いらっしゃいませ。ずっと食べたかったんだ。ここのおいしい。食べないの？え、だったら食べちゃおうと。まさか子供の願い無視したりしないわよね。
え？早く！ほら！え？ねえ、ちょっとどこ行くの？早く！やっぱり知ってるんだ、僕のこと。森脇学生コンクールピアノ部門優勝、ウリエ国際コンクール2年連続入賞、待機コンクール最年少優勝などなど。その演奏は正確かつ厳格、ヒューマンメトロノーム。8歳でオーケストラとモーツァルトの協奏曲を共演した神童。よく知ってる。同年代で君を知らない演奏家はいないよ。だって君は私たちの憧れだったもん。どうして辞めちゃったの？ピアノの音が聞こえない。でもさっき弾いてた。初めは聞こえる。でも途中から消えるんだ。集中すればするほど、のめり込めばのめり込むほど、ピアノの音だけが聞こえなくなる。そう、これは僕への罰。だから弾けない。弾けなくても弾けばいいのに。何それ。手が動かないなら足で弾け、指が足りないなら鼻も使え。モーツァルト？うん、決めた。私の伴奏しよう。この前の予選、聴衆推薦っていうので通過して二次予選出られることになった。ちゃんと話聞いてた。僕は聞こえないって。うるさいな、もう決めた。ユージン A 君、私の伴奏者に任命します。後世に伴奏？うん、やってもらいたいんだけど、どう思う？いいと思う。でも説得できるかどうかが問題なんだよ。え、私も協力する。大興奮。なあ、これさっきからずっとエンドレスじゃん。なんだこれ。ロンドカプリチオーソ。教科書の24ページを開いてください。前回は現在完了についてに弾かせてやるもんね。でもちょっと強引だったかな。後世にはそれぐらいがいいんだって。私本当はね、後世がピアノをやろうがやるまいがどっちでもいいんだ。ただね、やめるなら納得してやめてほしい。なんか今の後世中途半端なんだもん。見ててつらい。椿ちゃんは有馬くんが好きなんだね。好きとは
ちょっと違うな。私にとって昴生は昔からダメダメな可愛い弟って感じ。昴生ね、ピアニストだったお母さんが亡くなった後に出たコンクールで急に演奏をやめちゃって、それからずっと弾かなくなった。私はただあの時から止まってる昴生の時間を動かしてあげたいだけなんだ。前でございます。また遅れた。ちゃんと引きなさい。違う、ちゃんと譜面の指示通りに。全ては譜面に書いてあるの。僕はやっぱり弾けない。ごめん。昴生。じゃあ香織ちゃん伴奏どうすんだよ。他の人探して。なんで君がここに？伴奏者迎えに来たに決まってるでしょ。だから僕は弾けないって。君は弾けないんじゃなくて弾かないだけ。ピアノの音が聞こえないことを言い訳にして逃げてるだけじゃない。怖いんだ。私がいるよ。私がいるじゃん。ピアノの音が聞こえないのもずっと弾いてないのも全部知ってる。でも君がいいの。満足いく演奏はできないかもしれない。それでも弾ける機会と聞いてくれる人がいるなら私は全力で弾きたい。その人たちの心にずっと残る私の音を届けたい。君とならそれができる。そう思ったから。だからお願いします、私の伴奏をしてください。私をちょっぴり支えてください。弾けそうになる私を支えてください。どうなっても知らないからな。
チャリ借りてきた。行こう。ありがとう。ほら、コースも早く。よし、絶対間に合ってやるからな。大丈夫なの？練習は？合わせたの？平気平気、なんとかなるって。渡りの言った通りだ。合わせる時間くらい作るぜ。無理かどうかは女の子が教えてくれる。最高にかっこよかった。本当？嬉しい。今日も期待してるから頑張ってな。もちろん。白子さん、白子さん、高生は今楽屋に。何？ちょっと返してよ。時間ないんだから。顔を上げて私を見て。下ばっか向いてるから、ご政府の檻に閉じ込められちゃう。大丈夫。君ならできる。モーツァルトが空から言ってるよ。旅に出ろって。旅の恥はかき捨て、思いっきり恥かこうよ。二人で。14番、宮園香織さん。準備お願いします。はい。行こう。君は自由そのものだね。違うよ、音楽が自由なの。やっぱり、なんで彼が。よし、うまく入れた。高生がまたピアノを弾いてる。勝負出した。
丈夫だ。音も聞こえる。このまま行ける。さすが有馬。テンポが変わっても正確についてくる。そうなくてもいいんですか。彼女が弾き続ける限り審査は続くわ。はい、前代未聞。どうして？アゲイン。恥はかけ捨て、思いっきり恥かこうよ、二人で。音楽が自由なの。というほど聞いた曲、そこら中に転がってた譜面、音が聞こえなくても今僕の中にあるものを引っ張り出せ。Thank you.
最高。やったね、コウセイ。ありがとう有馬昴生くん。初めてだ、僕を名前で呼んだの。ここにいる人たちは私たちのこと忘れないでいてくれる。私忘れない、死んでも忘れない。最近気合入りまくりだね。まあね、後世たちに負けてらんないからね。そんなすごかったんだ、二人の演奏。うん、すごかった、すっごいすごかったそれであいつも燃えちゃってるわけね。で、有馬くんはまたピアノ始めたわけ？弾いてないみたい。いくよ。ケンケンパケンパよ。カヌレ食べない？おいしいよ。もしかして渡りと待ち合わせなんじゃない？ううん、今日は君。え、うん、歩こ。この間私が落ちたコンクールなんだけどね。それは本当ごめん。じゃん、私あそこ主催のガラコンサートに招待されちゃいました。また弾けるんだ。本当なら入賞者しか出られないのに私のこの人気大したもんでしょ。うん、すごい、聞きに行く。は？違うでしょ、そこは聞きに行くでしょ。それはない。ある。ない。私はまた君と弾きたいもん。きっとまた僕がダメにする。本気でそんなこと言ってる？でも僕はピアノを捨てた人間だし。君は忘れられるの？弾いてる時の気持ち、降り注ぐ拍手、自分の音楽が届いたあの瞬間、本当に君は忘れられるの？みんな怖いよ、舞台に上がるのは。失敗するかも、全否定されちゃうかもって。でもそれでも歯を食いしばって舞台に上がる。何かに突き動かされて私たちは演奏する。そうやって最も美しい嘘が生まれる。私たちはそういう人種なの。まだ17だよ。思い切って飛び込もうよ。こんな風にね。
そうだ、忘れられるはずない。スープ。ねえ、ピアノはどこにあるの？え？ちょっと。ダメだって。だからダメって。ごめんね。健全な演奏は健全な環境から。まずは掃除だ。換気。ガラコンで弾く曲決めた。クライスラーの愛の悲しみ。あ、もっといいのがあるんじゃないかな。ほら、ガラコンもっと派手な曲の方が。もう決めちゃったもん。これ。え？やってたんだね。昔ね。
今日も頑張っちゃってるねあいつら。ナナ、ちょこっと覗き行こうぜ。いい。え？行ってきなよ。時間になったら声かけるし。いいって。だってほら、練習の邪魔しちゃ悪いじゃん。あいつめんどくせえ。あんなダダ漏れなのに本人自覚なしってどうよ。11小節目もミスタッチして、13小節目のテンポも違う。あれほど正確にって言ったでしょ。僕、母さんのために。光線、聞いてるの？お母さんが元気になるようにって頑張ったのに、お母さんのために優勝したのに、もういい。あれなんか死んじゃえばいいんだ。入院先の病院に戻った母さんはその夜死んだ。僕が殺した。そして僕から音が消えた。その曲散歩行こっか。愛の悲しみはどうしたって母さんの匂いがするんだ。咲が一番愛した曲。大学の頃からよく弾いてたよ。あんたが生まれてからは子守歌みたいなもんだった。弾いてる咲のそばでさ、あんたいつも気持ちよさそうに寝てた。母さんは僕が愛の悲しみを弾くこと許してくれるのかな。僕には弾く資格あるのかな。迷ってるなら弾きな。弾いて咲の声を聞こう。ん？お魚見ていい？いいよ。グラストントンってしちゃダメだよ。え、知ってる。だいたいあんたはさ、いろいろ難しく考えすぎなのよ。ピアノ始めた頃はもっと楽しそうに弾いてたよ。もう一度さ、心のまんまに思いっきり衝動に身を委ねて弾いてごらん。そしたら何かが変わるかもよ。ママ来て。うん？すっごく可愛い子がいるの。もしかしてさ、音が聞こえなくなるのは贈り物なんじゃないかな。ひろこさんが音が聞こえないのは贈り物なんじゃないかって言うんだ。それってどういうことかな。聞いてる？寝てるし。
楽しみだなガラコ。早く来ればいいのに。なんか余裕だね。任せて、私が主役の座をいただくわだからよろしくね。うん。ダメ、そこは俺も主役だくらい言ってくれなきゃ。僕は伴奏だし。ダメダメ、ガラコンは目立ってなんぼ。綺麗。うん、ありがとう。チンクルチンクルレールスター。 How I wonder what you are. Up above the world so highLike a diamond in the sky. Twinkle, twinkle, little star. How I wonder what you are. お願いします。なんとかなりませんか。いくら君の頼みだと言ってもね、今日の主役はコンクールの優勝者だ。遅刻するような者のために鳥を譲るなんてありえん。だいたいもともとだな、私は招待に反対したんだ。あんな音楽を冒涜したやつ。彼女は冒涜なんかしてません。このドタキャンがいい証拠だろう。来ます、きっと来ますから。ですからもう少しだけお時間いただけないでしょうか。とにかく順番は一切変えん。以上。次は宮園香織さんです。間に合ったんだ。だって心配させんなよ。宮園香織さんいらっしゃいましたか。あのはい、じゃあ舞台袖にお願いします。え、ねえ、だってほらまだ今日の主役は宮園香織なんだ。だったら僕が見せてやるしかないでしょ。でもあんた何弾くつもり。ガラコンは目立ってなんぼですから。強く叩いてた。違う、愛の悲しみは母さんが弾いてたのはもっと。そう、この曲はこんな感じ。僕の子守歌だったこの曲は
思い出せ、イメージしろ。昴生、もっと優しく、赤ん坊の頭を撫でるように、抱きしめるように弾くのよ。音が聞こえなくなるのは贈り物なんじゃないかな。僕の中に音がある。ダメだって、お医者様にも言われてるでしょ。あの子のところに行かなきゃ、ピアノ教えてあげなきゃ。寝かせて、私にはもう時間がないのよ。私がいなくなってもあの子がちゃんとピアニストとしてやっていけるようにしてあげなきゃならないの。あの子が生きていくために、私の宝物がちゃんと幸せになれるように。先、聞こえてる？私たちの息子が最後のお別れしに行くよ。私は知ってる、お母さん思いの昴生がいる。そうだよね母さん、ピアノは抱きしめるように弾くんだよね。愛の喜びと愛の悲しみがあるのに、どうしていつもお母さんは愛の悲しみを弾くの？僕の中に母さんがいる。それはね、昴生、悲しみに慣れておくためよ。母さんとつながってる、そう信じられるから。だから母さん、さよなら。ひろこさん。ん？母さんに届いたかな？僕の精一杯のピアノ。母さんに届いたかな？さあ行くぞって、家出た途端にばったりだもん。ばったり。ティ、
救急車でピューって。ほんと救急車大げさだったよね。まあ貧血だったんだけどね、転んだ時にちょっと頭切っちゃったから検査だなんだって結局入院になっちゃった。でも元気そうでよかった。うん、うん、もう元気元気。ほんと心配かけてごめんね。気にすんなって、香織ちゃんの分も昴生が頑張ったんだし。いやマジですごかったから。そんなに？うん、いや俺音楽のことなんてよくわかんないけど、香織ちゃんのバイオリンの次くらいに感動した。やっぱりそこは私が一番だよね。そりゃそうでしょ。ちょっと飲み物買ってくるね。え、あ、私も。昴生、自販機こっちだよ。ごめん帰る。はい。友人、え、なんで黙って帰ったのよ。ごめん、ちょっと用事あって。まさかただで済むなんて思ってないわよね。え、なんてね。まあ今回は許す、次はカヌレ買ってきてね。うん、それと君のピアノの話聞かせてね。ガラコンで弾いた君のピアノの話分かった？うん、うん、よろしい。じゃあね。宮園さん、まだ退院できないんだ。うん、会いに行くと元気そうなんだけどね。うん、結構行ってるんだ、3人で。それがさ、昴生、いくら誘っても行かないんだよね。かおちゃん待ってるのに。いいの、そんな敵に塩を送るようなこと言って。敵？やだ、なんでかおちゃんが敵なのよ。私はただ、かおちゃんが音楽の話できるのはやっぱり昴生しかいないと思うから。あー、もう椿いい子すぎ。無理することないじゃん、好きなんでしょ。ない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 、なわけないじゃん。もうやだな。漏れすぎ、バレバレ、認めろ。今日はやけに素直じゃん。でもいい子なんかじゃないよ私。昴生が病院行かないって言うとホッとする。
そんな自分が嫌で、カッコつけてごまかして、それって余計カッコ悪いよね。きっとさ、そういうこと全部ひっくるめて恋をしてるってことなんじゃないの？よくわからん。君はいつも突然現れる。退院したんだ。この白状者、なんで全然お見舞いに来てくれなかったのよ。カヌレ楽しみにしてたのに。ごめん、もう大丈夫なの？本日からめでたく登校でした。ねえ渡くんは？あ、渡ならまだ学校にいるよ。呼んでくる。待って、白状者の君に食材のチャンスを与える。君を代役に任命します。みたいだね。ってしたことないけど。ピアノ弾いてる？少しずつは。私ね、すごく嬉しかった。コンクールの一次予選の私のバイオリンを君が良かったって言ってくれたこと。だから次は君の番だよ。ねえ、君はどうしたって表現者なんだよ、有馬光成君。2回目だ。ん？君が僕の名前呼んだの。そろそろ帰ろっか。ああ！カバン忘れた。
学校ってなんかワクワクするよね。やっぱりお化けとか出るのかな。そういうの信じる人信じない人。僕はカバンを学校に忘れるのが信じられない。確かに。どうしたの？カバンは？あ、カバンね、カバン。カバンはどこかな？ねえ、もしかして。ごめん、嘘ついた。カバンはないです。でも学校来たんだよね。退院したんでしょ？それもごめん、まだ入院中。一日だけ外出許可もらって出てきたの。病院にいるとできないいろんなことしたくて。あと どうしても学校に行きたかった。私の病気、ちょっと悪くて、すいませんでした。いや、君は悪くない。娘が迷惑をかけてすまなかった。有馬君、香織が会いたいって言ってるんだけど。驚かせてごめんね。うん、私はわがままだから、いつも君を苦しめる。
そんなことない。こんなんなら、こんなんなら、私たち会わなきゃよかったね。なんで行かねえんだよ、見舞い。さんざん香織ちゃんに世話になっといて、それはねえんじゃないの。顔見せろよ。行こうぜ。僕は何も言ってあげられなかった。僕はただ逃げた。それなのにどんな顔で会ったらいい。それでもやっぱりお前は香織ちゃんに会いに行くべきだ。わがまま言うのも頼られたのも香織ちゃんが何かしてほしいっていうのは決まってお前だったじゃん。でも何を話したらいいか分かんないよ。そんなの言ってみりゃ分かるって。僕には無理だ。無理かどうかは女の子が教えてくれるさ。ありがとう。うん、武器っちょ。あっつ猫舌すぎ。いや、これマジ熱いって。
後世はさ、かおちゃんが好きなんだね。うん。バッカじゃないの？かおちゃんは渡りが好きなんだよ。知ってる。ほんとバッカじゃないの？かおちゃんは渡りが好きなの。あんたが相手にされるわけないじゃん。うん。バッカじゃないの？かおちゃんは渡りが好きなの。だからあんたは私と恋をするしかないの。え？見舞いにも行けない小心者のくせに黙って後悔しとけねえくら。私だってそんなやつごめんだ。バカバーカ。バカみたよ。今日も部活？試合近いから休みなしなんだよ。ねえ渡り。あ？僕は宮園さんがとても好きだ。バカ知ってるよ。こんにちは。なんで？約束してたから。食べよう。やだ。え？空の下で食べたい。重いとか言ったらぶっ飛ばすからね。おいしい。東日本ピアノコンクールに出ることにした。どこまでできるかわからないけど、前に進む。うん。それでまた君と弾きたい。
僕は。君が好きです。渡りのこと好きなのは分かってる。でもそれでも僕は君と引きたい。だからまた僕と一緒に弾いてください。君が言ったんだよ、忘れられるのって。僕は忘れられない。君と立った舞台も、君のバイオリンも。君は残酷だね。大丈夫？怖い。怖くて。怖くて仕方ないの。君の決心は尊重したい。でも前にも言ったように、この手術には決して小さくないリスクが伴うんだよ。はい、分かってるつもりです。でもそれでも受けたいんです。ほんのわずかでもそこに希望があるならすがります。生きるためにあがきます。私には大切な約束があるから。昴生兄ちゃん？ん？お顔が怖いよ。大丈夫？彦、私たちピアニストだよ。今の気持ち、思いっきりピアノにぶつけておいで。
失礼し。ケリの中の音が聞こえる。君と出会えたから僕はここにいる。君と出会ってたくさん驚かされて、たくさん笑って、たくさん心が動いて、音になって溢れてくるんだ。僕の音、君に届くかな。届くといいな。後世からの香織ちゃんへのラブレターだ。交わした言葉、ほんのちょっとの後悔、口ずさむキラキラ星、忘れられない風景が僕を支える、奮い立たせる、突き動かす。僕は弾く。僕は君のために弾くよ。今度は僕が言うよ。僕がいるじゃん。君を一人になんかさせない。一人になんかさせてやるもんか。届け、僕の全部を乗っけて届け。Thank you.
拝啓有馬光聖様。さっきまで一緒にいた人に手紙を書くのは変な感じです。私が初めて君の演奏を見たのは5つの時、当時通ってたピアノ教室の発表会でした。ぎこちなく登場したその子は椅子にお尻をぶつけ笑いを誘い、大きすぎるピアノに向かい一音を奏でた途端、私の憧れになりました。どうしてもいつか一緒に演奏がしたくて、私はバイオリンを始めました。それなのに君はピアノをやめるんだもん。人の人生を左右しといてひどいやつです。グズ、ノロマ、アンポンタン、同じ高校だと知った時は舞い上がりました。どうやれば声かけられるかなってずっと考えて、でも結局眺めているだけでした。だってみんな仲良すぎるんだもの。私の入るスペースないんだもの。子供の頃に手術をして、定期的に通院して、中1の時に倒れたのをきっかけに入退院の繰り返し、病院で過ごす時間が長くなりました。ある夜、病院の待合室でお父さんとお母さんが泣いてるのを見て、私は長くないのだと知りました。その時です、私は走り出したのです。後悔を天国に持ち込まないために好き勝手やってやりました。怖かったコンタクトレンズ、髪型も変えて、偉そうに指図する譜面も私らしく弾いてあげました。そして一つだけ嘘をつきました。宮園香織が渡里亮太君を好きという嘘をつきました。なんで？その嘘は私の前に有馬光聖君、君を連れてきてくれました。渡里君に謝っといてね、あと椿ちゃんにも謝っといてください。私は通り過ぎる人間で変な過去を残したくなかったので、椿ちゃんに紹介してとはお願いできませんでした。だって椿ちゃんは君のこと大好きだったから。私の姑息な嘘が連れてきた君は想像と違ってました。思ったより暗くて卑屈で意固地で盗撮魔、思ってたより声が低くて思ってたより男らしい、思ってた通り優しい人でした。土橋橋から飛び込んだ川は冷たくて気持ちよかった。一緒に歩いた砂浜のキュッキュッっていう感触。夜の学校って絶対何かあるよね。忘れられない風景がこんな些細なことなんておかしいね。君はどうですか？私は君の心に住めたかな。土足で上がってきて、ちょっとでも私のこと思い出してくれるかな。忘れたら化けて出てくるくせに。リセットなんか嫌だよ。するもんか。忘れないでね。うん。約束だよ。うん。届くかな。届くといいな。
有馬光成くん。君が好きです。わがままばかりごめんね。いっぱいいっぱいごめんね。ありがとう宮園香織。休憩なんでしょう。入ってくれば。いやー、やっぱりここに限るっていうかさ。ほらね、ねえ、気持ちいいもんね。ちゃんと食べてる？うん、椿の食べてる半分くらいはね。ちょっと何よそれ、まるで私が大食いみたいじゃん。でしょ。あのね、一人だなんて思うなよ。自爆霊みたいにどこまでだってまとわりついてやるんだからね。だから後世は一人なんかじゃないんだからね。アジ、まだ春休みなのになんでこんな暑いんだよ。で、ほらこいつだって。何すんだよ。お前ちゃんと食ってる？二人とも思考が同じ。え？涙が止まらないよ、君に会いたくなる春の光がほら、あの人同じみたいだ。ねえ、さよならはもう伝えなくちゃ。君だけがいない今を生きてく。有馬光成くん、今君の周りは何色ですか？私の人生はね、君のおかげでとてもカラフルだったよ。手を離してしまうんだ、早く行こうって。君は僕のこと困らせて、はしゃいで駆け出す。いつも追いかけるだけで、君の背中ばかり見ていた。隠してた涙も知らずに、私は幸せだ。春の中で涙が止まらない。
くとも明日